セリ川ダムは、大分県武田市と大分市にまたがる、一級河川、大分川、水系セリ川に建設されたダムである。大分県が管理を行う県営ダムで、高さ52.2メートルの重力式、コンクリートダム。セリ川及び大分川下流の治水と考え、及び水力発電を目的に、国庫の補助を受けて建設された大分県では、 初となる補助多目的ダムである。七瀬川に建設中の七瀬ダムが完成するまでは、大分川水系最大、そして唯一の多目的ダムでもある。ダムによって形成された人造庫は、セリ川貯水池と呼ばれ、通称は付けられていない。セリ川ダムは、戦後の国土復興計画に伴う、電力開発、洪水調節、農業用水確保を目的とし、 大分県による市場2例目の河川開発事業の一環として1952年に着工し、1957年に竣工した大分県における多目的ダムの行使とも言うべきダムである。東ダムの着工年である1952年6月には、西日本各地で梅雨による昭和28年西日本水害が起き、大分川流域でも多数の死者、 行方不明者を出すとともに、小野鶴橋や舞鶴橋の流出、広域にわたる浸水といった大きな被害を受けた。このため、竣工前の1956年には、計画降水流量が改定され、東ダムで300立方メートル S の洪水調節が行われることとなった。竣工と同時に、ダム湖にはワカサギが放流され、以来、九州では、 数少ないワカサギの生息地として内水面漁業が行われるとともに釣り客で賑わっている。また、ブラックバス釣りのポイントとしても知られている。ありがとうございます。